はい、どうも、こんにちは。シーカブです。電波人間の RPG2 やっていきましょう。前回からね、新しく RPG2 始めてきましたが、雑魚がね、なんか強いですね。はい、とりあえず、まあこんな感じで行ってみましょう。で、まだゴールドも溜まってないんで、装備もね、あまりいいの買えないけど、1個ぐらい買っていきますか。1個ぐらいは買えるんじゃないか。はい、買いに来ました。ショップですね。麻痺よけのスカーフ。前掛け。ちょっと恥ずかしいって言ってますね。防御が上がるな。風の守り、土の、ちょっと買えないな。2個買いましょう。はい。装備させました。さあ、まあ、すぐ近くなんで、パパーっと行きましょう。はい、着きました。もう一度ね、ここを探検します。で、なんか宝箱とかまだ他にも行けるところがね、たくさんあったんで。コンドルさんが意外と強いんで、復活の薬、アンテナパワー。では下に降りましょう。で、ここが、なんか宝箱はいっぱい見えるな。あ、もうこの辺の雑魚敵もなんか倒しやすくなったな。最初来た時なんか強かったけどね。レベル6ぐらいになったら楽ですね。よし、宝箱を取り行こう。おそらく左は取ったんで、この、うわ、なんかいっぱいあるな。アンテナパワー。右側にもあるんだけどね。下から回っていく感じかな。あら、6って書いてる。え、なんだ？あ、6人で。なるほど、6人で踏むと、開くんだ。で、ここが8人だ。この先は今度8人になったら、来たらいいのか。あ、いいね。あ、なんか装備が入ってるね。わ、すげえ。これ装備だ、全部。まあ、まだね、始めたばっかしなんで装備がね、心細いけど。今、ここでね、装備を入手できたのはでかいよ。で、上だったよね。戻るときは下で。俺知ってる、この先風攻撃使うやついる。風耐性つけるか、風強いやつたくさんいる。いい。OK。まあ、3名連れてきたんで。なるほど。これで、なんか、また新しいフィールドに来た。で、風耐性の雑魚敵が出てくるね。やっぱ、地底人さんが教えてくれた通りだ。まあ、あらかじめレベルを少し上げてたのが良かった。で、またここに洞窟がある。行ってみよう。おそらくここじゃないかな。牢獄、地下1階。宝箱。バンジーの種。右か。あら、なんか、閉じ込められてる。牢獄はここだ。どうやって開けるかだ。
お前俺の嫁助けた、どうもお礼したい、お前に。お前でかい猿探してる、俺お前手伝う、来い。何やら手伝ってくれるそうだ。上の方に上がっていってる。ついていきましょう。なんか細い道だ。細い道の奥に一体何があるのだ。しびれまたんご。まあそこまで苦戦しないかな。よっぽど最初のあのコンドルの方が苦戦したな。お久しぶりレベル上がった。お、いた。あ、なんか入っていった。ここ、餌場。種まく、餌できる。でかい猿、おびき出せる。食ってみろ。これなんだ？苦織り？ちょっと下がれ、様子を見る。うわ、来た。でかい猿来なかった。お前、あの魔物を倒してこい。ちょっとえばってるけど、この地底人さん。まあ、一応言うこと聞きましょう。もう今楽勝だ。これなら、この猿のボスにも、勝てそうだ。餌ある、魔物来る。魔物を呼びたいなら、餌は種まく。魔物餌好みある。餌違う、魔物違う。でかい猿好きな味ある。確か酸っぱい味。いろいろな種、モンスター落とす、モンスター探して種探せ。え、酸っぱい種。とりあえず酸っぱい種探しますか。リーホッグは落とさないだろうな。あ、苦織りか。メロンかい。酸っぱい種なかなか落とさないな。北の洞窟。俺ここ住んでる。ちょっと大きい猿とか怖い魔物たくさん。だからここ隠れて暮らしてる。でも魔物種落とす。俺こっそり種拾ってる。あ、教えてもらえる。ビーフホッグ、苦織の種、しびれまたんご、メロンの種、ハサミサボテン、渋柿の種、キャタピラーか。キャタピラーがレモンの種、赤花蝶、唐辛子の種、あと、ガーベラの種。こんな感じ、あいつら種落とす。ありがとう、助かった。お兄ちゃん本好き？あたち本大好き。本いろいろ教えてくれる。本読む、おすすめ。お、700ゴールドもらった。魔物の生態。キャタピラは新芽を好んで食べることが分かっている。おう、とりあえずキャタピラーだな。キャタピラーを探しましょう。あ、いた。これを倒してガーベラ手に入れて、で植えて花になる前の芽の段階で、収穫して、おそらくあそこに置いたら、餌場に置いたら来ると思う、キャタピラーが。これで、結構ここで50分ぐらいかかったな。わかんなくて。でもまあレベルも上がったんで、この先の攻略はやりやすくなったと思います。ここで、ガーベラの種を植えて、で、これを収穫すればいいんじゃないか？
この状態で収穫すると植物が消えてしまいます。どういうこと？あら、違うのかな？違うか。あ、これでいいのか。これはさすがに味にする必要ないですね。何が出るんですかね。ワクワク。これでいいはず。様子を見てみましょう。しこい。キャタピラーちゃん、来なさい。来た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 。よし、これを倒してレモンをゲットだ。落とせ落とせ、レモン落とせ。ひょうきんな顔しやがって。落とせよ。オッケー、レモン。あれ、もうできてるのかな。水やりして、あ、できてるのかな。ではレモンを置きましょう。ここをね、手こずったな。謎解きっていうほどでもないかもしれないけど、ちょっとね、わかんなくて50分以上かかったかな。50分ぐらいか。ただまあヒントがねあるんで、そのおかげで助かったけど、ずっぱそうだ。起きた。もぐもぐ、うがぐぐ。うほ、お前か。負け犬のくせに俺様の食事を邪魔するのか。うほうほ、家族の手がかりが欲しいのなら俺様を倒すことだな。うほ。望むところです。手帳手帳にしてやりますよ。よし、初ボス戦だ。倒すぜ。速攻撃。謎解きね、時間かかったせいで、外でザコと結構戦ってたんで、レベルは上がってるんで、これはいけるぞ。やっぱりね、古文のウッキーたちとは全然違う。うわ、やられた、いきなり。叩きつけが強い。だけどこっちもね、ダメージを与えてるんで、お尻ペンペンとは、生意気なことしやがる。ダメージでかいね、やっぱり。まあ、程よくダメージを与えれてるんで。おっと、ギリギリ。HP 残り、テルカズ4。でも、回復した。なんか、電波人間の RPG2 は、なんか、結構なんか、ね、初っ端からザコが強かったりとか、ボスもね、強く感じるな。まだ、やっつけれない。お尻ペンペンからの興奮だよ。OK。クリティカル出た。鉄の鍵とボスザルの証とレモンの種。よし、これで捕まってるところの牢屋が開けれる。うほうほ。俺様が負けるとは、家族の手がかりは、うん。牢獄にいるお前の子供にでも教えてもらうんだな。うほ。よし、初ボス倒せました。クリア。お疲れ様です。鉄の鍵を手に入れましたよ。さあ、牢獄へ行きましょう。で、これで鉄の鍵で開くんじゃないでしょうか。大きな猿を倒して鍵を手に入れたんだね。さすがお父さんだね。これで出られる。お父さんなら助け出してくれると信じてたよ。大きな猿が話しているところを聞いたんだけど、
東の方にある町持ち怪獣さんたちを。あいつの仲間が働かせてトンネルを作ってるらしいんだ。町持ち怪獣さんたちはひどい仕打ちを受けているんで、あんまりだよ。お父さんは旅を続けて。僕は一人で電波タウンに帰るよ。僕の力が必要な時は迎えに来てね。東の方、部屋の元、俺猿からかった、猿俺閉じ込めた、ここ出られる助かる、とてもお礼してやる。俺前作電波人間の RPG から仲間連れてこれる。俺電波タウン行く、そこで話しかけろ。東ある町ひどいことになってる、だから俺ここに来た、なのに閉じ込められる。俺ついてない、まあいいじゃ、まあいい、じゃあまたな。お、消えた。お父さんはた、僕は一人で電波タウンに帰るよ。僕の力が必要な時は迎えに来てね。ではこれ東に行けばいいのかな。ここが鉄の鍵使えるはず、開いた。俺なんと町逃げてきた。悪いやつ無理やり穴掘る命令する、耐えられない俺。みんな従うやつバカ。それより聞いてくれ、俺綺麗石売る考え中、コレクターズブティックで。アイデア出たらまた聞いてくれ。はい、こっから東に、この先港町ある。あそこひどいことなってる。働けるやつ連れて行かれた。俺カラカラ逃げてきた。よかった。何やら港がひどい状態ありさまになってるようです。で、東のフィールドに出た。お、小さい小屋があるぞ。釣り人の住みか。キノコが生えてる。ここ釣り竿がもらえるのかな。最寄り町南東ある。南東やな。南と東。でもまだ先。ここで休むおすすめ。ここ記録休憩できる。一晩50ゴールド。泊まるか。はい。格安やね。気をつけていけ。あ、宝箱もある。ライフフルーツ。わし港町からここ来た、主釣るため。でもわし衰えた、もう釣りできない。探してる主、釣れるやつ、代わり主釣る。釣り竿あげてもいい。お前主釣り挑むか。はい、そうか、主釣り挑戦するか。釣り竿ここで沸かす。釣り、わあ、タイミングは難しいな。OK。 はい、ではね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回は港ですね。ご視聴ありがとうございました。